ルンです。今回はこちら、なぜ茶道では茶碗を回すのかということです。一般的にお茶を出す人はお客に対して絵柄が入った部分を正面に向けて差し出すと。この意味として茶碗の絵柄も楽しんでもらえたらという気遣いですね。飲む側としてはその気遣いに対して絵柄から口をつけるのは失礼だという考えからですね、お茶を出してくれた人に感謝や謙虚な気持ちを返すために茶碗を回してると。はい、ということです。